さあ、まめこチャンネルのお時間がやってまいりました。影山でございます。はい、井川と申します。はい、すっかり暖かくなってきましてね。なってきましたね。はい、桜の開花予想もそろそろ、はい、そうですね、聞こえてくる今日この頃ですね。はい、ですね、いや本当にだからいい人たちですね、僕らって。どういう点ですか。これを見て、はい、僕たちがいい人だかどうかって、分かりそうなもんじゃないですか。ですかね、うん、何の損得もないくこのことを楽しいからって言ってやってるなんて、いい人たちだと思いますですね。だけど、まめひこチャンネル見てるんですって俺言われると、ものすごい嫌なんだよね。あ、なんかこれまでのラジオ以上にってこと。なんでなんでなんか、なんかあすいません。あってこうなんか青なにしようですよ。え、なんでなんで。いや、なんか映像がってこと、なんかこういうふうに、まあ、割と素でやってるじゃないですか。まあ、やってますね。でそれをね、はい、いや、それですごい面白いですとかね、なんか井川さんって本当にいい人ですねとかっていうふうにもう確信に迫ってくれれば嬉しいんだけど、見てますって言った後てんてんてんだからあるね、それもね、見てますよって言うからってなっちゃう。見てますよだけ言われたって嬉しくないです。確かにね、確かにね、なんか素晴らしいですねとか、あの回のあのあの回の、ね、あのあれはすごく大きな気づきをいただきましたとかって言われれば、あって嬉、まあそれはね、まだ、あっと思いますけど、あれって3回目なんですかとか言われればね、あれって誰が編集してんですかとかね、あの昔よりもスーパー見やすくなりましたねとか言われたら、もう見ててくれる嬉しいなとか思うけど、見てますよって言ってね、てんてんてんだと疲れる、俺も疲れるで言えばね、はい、疲れるで言えば、あのこの前味噌会ってやったんですよ。あ、1月に、ね、なんか大盛況。ああ、そうそうそう、さあ、もうそうか、ね、2月も終わってるんですけど、あのね、渋谷店でやった土曜の夕方の会があったんだけど、若い女の子が多かったのかな、あのね、その子たちには言わなかったんですけどね、もうね、3倍疲れたんですよ。なんで。その前は三茶でやって、次公園通り店でやって、で土曜日の夜はもうすごい大盛況で、もうすごいたくさんの前で喋ったんですけど、なんかさ、こう若い女の子って疲れるよね。なんでなんで。なんか、いや、まあ、こ人たちにその人たちにもよるけど、なんかさ、こうくだらないことわって言っても、こういう風に受けてくれないわけ、あんまり。あ、そうですねみたいな感じでクスクスって笑った後シュンってなっちゃう。クスクスって言うけどシュンってなっちゃう。ああ、そういう感じ。そうすると、あれって、あ、こうわーってなって、なんていうの、温まってきた感じがないわけよ。こうこうキャッチボールしながら、そうそうそう、ね、何とかって言ってもシュンっていう、なんかね、いや、なんかに区切ってる、こっちも意地になってるから、もうすっごいもうわーってやりましたよ、テンション上げて。だけどその後の疲労度って全然違うんだよね。ああ、そう。それは何、まだ男の方がいいってこと。いや、男の方がいいですよ。ああ、そうなんだ。なんかどうですかって言っても、こう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 です、あ、こうこうこうですとかって言ってくれるけど、女の子はなんとかかんとかです、よろしくお願いします、なんてあんみたいな感じだから、っていうね。いやいや、照れ屋だっていうのも分かる、ならではの、照れ屋だっていうのも分かるし、もういいんだけど、だってその女性たちの心境は誰より分かるみたいなところもあるわけじゃないですか。いや、分かるよ、だけど、もう全員平手打ちしたい。ぐわーって、もっときちっとこう、つまり礼儀じゃないかっていう気がしますよ。ああ、そう。だけどさ、なんか僕すごく印象に思ってるけど、もうそういう猫、ね、たち、まあもちろん一般化はできないけど、子たちって聞いてる風だけど、なんかそれよりもここのなんかこのこれのなんか取れかかってることが気になってるとか、でも聞いてないかっていうと聞いてるとか、そうだよ、そういうなんか、そう、聞いてて、集中力なんでしょ。 その後、なんかこうメールなんかもらってね、あの次回も行きますなんていう、それには結構みんな熱い思いが書いてあったりして、いつの回だと思うと、あの回の子かっていうことも多いわけよ。だからほら、全然つまんないのにアンケートで出すと、もう影山さんの話が心打たれましたとか書いてあったりするじゃん。だったらその時打たれた顔しろよっていう。
そういうことなんだね。だからそういうふうに表明してないだけで、うんうん、実は届いてるってことなんですかね。だけどもしかしたら届いてるかどうか分かんないけど、一応とりあえず書いてるかもしれないじゃん、うん、だからなんかこの熱っていうものをね、うん、もうちょっとこううまくやり取りすればこっちも疲れないのになとは思うよね、うんうん、だしこっちもそういう熱を返してくれればなんかね、いつも以上にこう、あの出てくるものもあるもん、ね、だから影山君と達治と喋ってるからこうやってやり取りしてて、うん、これ続けてって10本撮ったって 何十本疲れないけど、これが全くこのカメラの前で喋ってるんだったら、ね、うん、えらい疲れるよね、うん、それと一緒ですよ、うん、だからみんなはカメラじゃないわけだからね、うんうん、だからやっぱり中にこう探しちゃうもんね、20人いたらさ、うん、あっていう人いるから、てる人がなんかこう違うか、うん、いいね、おーって人いるんだよ中にね、そういう人いてくれるともうすごい救われるよね、なんかへーあっそうっていう人いるじゃない、いるいない時もあるけど、うん、いない時は、ね、そういうしたらその子ばっかり見ちゃうよね、あ確かに確かに確かに、だってそうじゃない人はさっていう人いるからね、そういうのもいるね、いるじゃない、てかそっちの方が多いね、どっちかっていうとね、なんだかスマホいじったりとかねとかって人あるあるある、いるいる、すごい気になるよね、すごい気になる、僕もスマホ取り出されて、うん、なんかやり始められた瞬間に萎える、うん、もう萎えるよね、もういいよ、もういいって気になるじゃん、なるなる、すごいなる、だからわはいはい、つまらないんですね私がって思うよね、思う思うで、それでさ、つまらないんですかみたいなこと多分その子に聞いたら、うん、つまらない、え、何がもうずっと聞いてましたみたいなこと言う、バカじゃないのって思わない、思う思う、ほんのさとかってやってたり、それすごい気になる、気になるよね、うんだからああいうのってさ、聞いてる方は、うん、え、私がみたいな、うん、ね、緊張してるの分かりますよ、うん、だから多めに見てるじゃないですか、うんうんうん、だけどなんかやっぱりこう自分たちが当事者となってこの会を作っていくんだっていう、うん、あそういうことだよね、当事者意識っていうのを持つべきじゃない、聞く側も、聞く側なりの当事者意識がね、そう、その何も手を挙げてはいはいはいみたいなことを言ってほしいんじゃなくてもうせめて、あ、へーとかね、うん、とか、うん、オッケーみたいなねそういうのがさ、うん、全然ないっていうのはどうなんですかねっていう回だったの、味噌回が、うん、で特にうちのスタッフがその中でも静かな方がねそうなの、お客さんの方がまだ割り替えなんとかかんとかですとかっていうけど、スタッフはもうこういうなんか勝手に身につまされてるのかなと思ってもっとね、うん、なんつうのかしら、うん、難しいわよね打てば響く、うん、そんなに何もこんな大げさに響いてくんなくてもね、うん、いいけれど、うん、なんか、こうね、あーぐらいの、うん、こういう顔されるとね、今日の YouTube 何だろうかと思うよいやだけど味噌会それだけでも人が来てるわけだからね、関心を持って来てるわけでしょ、関心を持って来てるわけなんだけど、そういうなんか、まあね、それをだからこの、なんかこの前の質問にもありました、照れ屋だって言って、分かりますよ、だけど、そういう時に言ってる以上はね、何かこう、おっていう、私もあなたに何か与えたいぐらいの気持ちがあってもいいと思うんですよね、っていうか、で、そうしないんであれば、こっちがつまんなかったんだっていうふうに、自責の念を持ちますからね。持ちますね、うん、だからそういう自責の念なんか持たない方がいいよって、もうよく言われるんだけど。うん、そんなの持ってたら体は持たないじゃんって、うん、でもなんかいちいち気にしちゃいますよね、うん、いやそれはまあね、その味噌会も、うん、このね、まめこチャンネルのお店自体もそうですよね、いや本当そうですよ、まあ、お店で別になんかそこで、うん、いやね、このお店のここが素晴らしいとか別に言ってくれなくていいけど、うんうんうん、こう帰り際のちょっと表情とかね、うん、そうそうそう、ごちそうさまでしたっていう顔がね、うん、あるのとあるだけでも全然ね、うん、こんな顔して出てったねまあ言ってもね、こう何か出した時にこうちょっとあーってこう言ってくれる、ね、でも影山君みたいなこれ研修みたいなことをなりわいとしてね、うんうん、やってるような人は、はい、そういうような例えば呼ばれた先でそういうことってありませんか、あもうめっちゃありますよ、 ありますか、でもね会社ごとにそれの、うん、あのキャラクターすごい出るね
当てる。もうこの業界は要注意ってやっぱりある。あ、ある。ある。もう差し支えなければ言ってください。だし、あの業績によって顕著に変わるね。あ、そうなんだ。あの、例えば証券会社なんかは。うんうん、まあ、去年からそのちょっと景気良くなったんですよ、うん、研修やってても割合だから表情もね明るかったり、うんうん、その前の年とかひどかったですよ、うん、行ったところで行ったところもうみんなもこう死にそうだし、うん、まあなんかいや本当だからスマホ、うん、研修中にスマホとかいじり始めてるとか、もう電話なんか電話かかってきちゃうんで出てきますとか、うん、やってられるかって感じですよ。あ、そう、そういうの時はね。まあでもだからそれはでも一応僕お金もらってやってるから、いやもうこんなんもう銭のためやと思ってそういうのはやり続けますけどね。逆にね、うん、こっち銭ももらってなかったら、もらってなかったら途中でやっちゃってもいいですかね。そうそう、あれ、いやそれぐらいのことじゃないですか。いや本当そうですよね、でもほらそういうのってこう温めるための工夫みたいなのもあるんじゃないですか。まずアイスブレイクとかね、そうアイスブレイキングっていうんですよ、そういうのね、氷を溶かすっていう。あ、アイスブレイキング、そういうのがあるんですけど、うんうんうん、それはどういう風なことがあるんですか。まあ、僕いや人によってはなんかちょっとこうそれこそゲーム的なことやったりね、そういう人もいるんですけど、まあ、僕はそういうのはあんまりやらず、うんうんうん、まあ、でもちょっとみんなでグループワークをしたりとかいうことは、うん、あの早めに入れて、うん、あ、入れたりして、うんうん、いや本当にね、それが生業にしてるわけじゃないだけに答えますね、うん、答えるね、うん、そうだね、最後のそのね、うん、よりどころすらない中でなんでやってんだっていうね、うんうんうん、はい、